私の名前はアラジン・ドラゴンソンです。タムリエルの地の一つ、スカイリムの王子。私は人生でたくさんの冒険をしてきました。しかし今、私はペリムで大冒険をしています。先日アギトス様と一緒に不思議の洞窟から魔法のランプを回収したばかりでなく、ランプの中に閉じ込められていたリューマ人オーカードさんにも出会いました。私たちは最近、ペリムに対する大きな脅威に遭遇しました。彼の名前はビトグでした。彼は敵であるタンガストボーンと戦わない限り、ペリムを破壊するつもりだった。言うまでもなく、私が首につけていた指輪はサウロンという名の暗黒鏡のものであり、私たちはその指輪をルーンの森の火山である滅びの山に投げ捨てて破壊しました。戦いの後、タンガスは亡くなった。こうして私のペリムでの長い旅は終わりました。しかし、私の物語はまだ始まったばかりです。アギトス様はスカイリムに戻るポータルへ向かう途中で私とオーカードに会い、時のダガーをくれました。言うまでもなく、ダガーには時間を止めたり、時間を逆転させたりする力がありました。しかし、私の敵の多くはこの力で歴史を変え、世界を変えることを望んでいます。だから、探検を守るのは私と私の友達にかかっている。そして私はできる限りの助けが必要になるだろう。